さて、追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか、羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王庁から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ、根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ、行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして、必ずここに戻ってきて。Thank you.
と登り切っちゃおう。
くだらねえことで時間食ったぜ。え、ちょ、待てよ。お前一体。追うな、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。見つけた。あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主、剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。石泥。お前、昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か。弟子入り志願か。それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ。俺は人の下につく気はねえ。剣持ってんだな。剣士になりてえのか。お前、人は斬ったことあんのか。なめんなよ。人の一人や二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい、待ってくれよ。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ。貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして村人全員を焼き殺しやがった。女子供に至るまで一人残らず。確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は神の教義に従い、公正に判決を下したまでです。何が公正だ。俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に。天誅だ。貴様にこそ天罰を下してやる。天誅だと抜かすか、この不心得者が。僧侶に弓引く廃教者の分際でこともあろうに天誅だと。貴様らのような輩に、いいや、この地上では我が法王朝を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。
ご名答。素晴らしい。さすがは栄えある聖鉄作師団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。小僧、剣士目指してるのか。ならエルフ次元流七段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サック試験。なあ、この化け物たちは何なんだ。たたられるようなことした覚えあんまないけど。別にこいつらお前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。さて追っ始めるか。釣られて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか。面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁にし深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我人、人がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙に肉を持ちて存在することはできぬ。
どこにも犬とも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹、鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が申されようとしていた。生き残ってるぜ。あの時は確かにあんた
世界にある狭間と宇宙と隔離の境界線ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているのだ。存外お前は水面に映りしかねではなく、水面を波立てる魚やもしれぬ。集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ、やっぱいいや。気のせいかな、あのおじちゃんなんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。部下たちは進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て！よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。わかった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った、夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を、彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。
炎に当てられたのか。私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。火は苦手だ。3年前自分の母が目の前で家計に処された。そんなことはありえません。製鉄騎士団団員の身内に邪教徒がいるなど。いや、しかし確かに今母と。お前が火を放て。ファル、証明してみせろ。お前の母ではないと。もう一度誓え。お前の主はこの私だ。私だけだ。今までもこれからも。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。ガッツの後つけ回すんだ。ガッツに弟子入りするのか。違うって。人に頭を下げるぐらいだったらな、こそこそ後つけ回してでも技を盗むのが男ってもんだら。泥棒だな。もしかして石を投げる泥棒だから石泥。言うと思ったぜ。さて、追っ始めるか。
止まったあの時のままなのか、俺はあの時よりももっと
惹かれてきやがったか。なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か助けてくれ。あなたに多勢で仕掛けるのは愚の特徴です。あなたがその剣で10人切り倒せば途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が伝染した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか。あのお嬢さんたちがこの先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。まともにやっても勝てる気がしませんので。何もないことやるもんじゃないですね。本当
すのに。奴ら捕まえた人をあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。すでに我らは因果の流れの中だ。よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえあのこれ足でまといた。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといてくさい。あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私の記憶の始まりは、あの塔の下のゴミ溜めの中。自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え、そこにあるのはただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘りじっと息を殺すようになった。ある日ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。5人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは私を囲むこの世界、そして望みとは完璧な世界を孵化することだ。私は卵、完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ、それはこの世界に決定的に足りない最初で最後のかけら、すなわち